はい、おはようございます。すきやく TV のまっちゃんです。今日もいい天気や。はい、ということでね、今回も石川さんからミッションが来たんで海に来たんですけど、とあるねカスタムパーツを使って色の魚を狙ってこいと、いうことでことづかっております。はい、今回のねお題アイテム、バレーヒルさんから発売されているボーンジョイントというアイテムになります。中になんかね極太の骨っていうんですか、マダイの骨みたいな。でこのボーンジョイントね、どういうアイテムかというと、ワームを連結させてジョイント式のねワームに変換しちゃおうっていうカスタムパーツになります。でサイズがね S が 30mm と L が 40mm、 これであれかな、多分つけれるワームのサイズとかが決まってくる感じなんかな。はい、こんなパーツが出てきました。めちゃめちゃ強そうやなこれ。とりあえずワーム用意してきました。はい、じゃーん。みんな大好きグラスミノ、とりあえず真ん中から切るか。なんかちょっとかわいそうだな。まだ今からね蘇りますから。30mm の S サイズね、これ小型ワームや多連結ジョイント、ああなるほど。で L サイズ、中から大7インチまで。あ、結構でかいな。じゃあまあこれ S でいっちゃいましょうかね、ちょっと試しにね。入るかな。お、来た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 。真ん中にこのストッパーっていうんですかね、なんか止まるとこがあるんで、そこまでね押し込みました。で逆側ね、でこれを根元まで。あ、これねこう入れてる時にね、こっちの頭の部分ももっと奥まで入りそうになるから、真ん中をねなんかちょっとペンチかなんかないかな。プライヤーね持ってきました。これ真ん中プライヤーで挟んだ方がいいですね。頭持ってたら頭がストッパーを越えて入りそうになるんで。お、できたできたできましたすげえこう真ん中でこう一応折れ曲がるようなね、ただちぎれないぐらいのちょっと強度はね保たれてるんですけど、フックサイズはどうしてもねこの頭の部分で収めないといけないですね。なんでフックねちょっと一回りちっちゃくしました。これ骨邪魔にならんか。骨背骨に刺さるわこれ。骨に刺さったわ。ちょっと付け方ね考えてせなな。ちょっとね骨の横からね出す感じで。ああ来た来た。背骨に当たったけどね、そこかわしてねつけてます。いやこれどんな変化するのか楽しみですね。ああ脳進化じゃどうなんだろう、ようわからんなこれ。なんかね若干こうターンしやすくなるのかな、この関節があることによって。ただちょっと分かりづらかったんでね、今度シンカー打ってね強めのスイミングでね何か変化あるか見てみようかなと思います。真ん中にね関節があることで、やっぱそこが支点になってねちょっと S 字っぽく泳いでますね。すごい生めかしくなりますね動きがね。すげえすげえ。はい、釣り場へ来たってことでね、何しようかなと思ったんですけど、まずねちっちゃいやつね機能するかね試してみようかなと思います。これいくか。これはさすがに S サイズでしょ。あ、これダメかも。うわ、ちょっと無理くりだ。この返しの部分がねワームのねボディよりでかいからね、無理やり関節入れてる感じです今。けどちょっと無理やりだなこれ。フックも入らんしなどうせ。あーほらもうなんかぐちゃぐちゃになった。ワングラムか。このパーツって再利用できるんかな。あ、いけるいける。できたお、いいんだなこれ。よし、セット完了しました。でちょっとね考えたんですよ。ロックフィッシュゲームってこの上の動き多いじゃないですか。なんでねボディに対して横じゃなくてね縦にねボーンジョイント持ってきました。だから落ちながらねこの動きちょっと期待してねちょっとやってみたいと思います。いやフォールの動きめちゃめちゃいいよこれ。はい、ちょっと移動してきました。引き続きねボトムをちょんちょしてみたいと思います。なんか今回うわ当たったー、ホールで当たった。くそー、やっぱフックが上しかないからかな、尻尾食ったんかな。これ当たってる、ベラかなこれ。フックがねここにあるんですよね。フックがこっちにあるとでもねジョイントの意味ないからな。ほらほら、うわー、アジじゃないけど、多分アジじゃないけど。おっしゃ乗った、オッケー乗った、よっしゃー、飛んできたはーい、カサゴすごいよ、全部入ってるよ。あ、これ折れ曲がるからさ、ちょっと送ってやった方がいいのかな。まあ送りすぎたらね、こういう根魚どうしてもね根に入っちゃうけど。ででーん、強烈な液に浸ったワームたち。いや、来たーもうなんかね、ジョイントで S 字に泳ぐとかもそういう概念ね捨ててね、匂い付きワームをジョイントさせました。これはこれでいいんじゃない当たった当たった。あ、おー、乗った乗った。あれ、これカサゴじゃない、これカサゴじゃないよ。誰、めちゃめちゃカサゴやないかい何がカサゴじゃないよあ、これいいやん。これちょっとねかかりがやっぱギリギリだったけどね、ハムハムってするんやろうね。ありがとう。なんか匂いつきはもうあれだな、結構追い食いしてトントントンって何回も当たったから、そういう効果があるんだろうな。なんか渋い時とかいいかもね。ちょっといろいろ試したいよね、せっかくやしね。はい、できましたなんか新しいのできたぞ。クロウ系のワームのね頭の部分にね角を生やしてみました。角チューンです。落ちる時にね、このね、分かりますか、これ、このつい、おしおしおし、角チューン、いやうわ、流れがきちい、流れがきちい、でかいのいそう。どんどん右流される。あー、ギリギリわかるな、これで。はいや、潮流で角がってなってないかな。ちょっと黒系のねワームでボトム叩いたんですけど、ちょっと反応ないですね。まあ、ただ上にベイトピチャピチャいるから、ちょっとまた魚系のねワーム戻そうかな。やばいのができたかもしれないこれボンジョイントをね2箇所作ってね、カラーをねあそうとしてみました。レッドヘッドクリアボディナチュラルテールこんなね歯磨き粉があった気がする。いけ歯磨き粉、ほらー、まあ、さっきはねエビ系でちょんちょんね誘ったけど、今度はね泳がしてね。うわ当たったどこに食った、どこに食った今ボディやば、おー、あ、来た、食った誰だ、オッケー誰だオッケー、魚でしょこれカッサーでした。ああ、風強いけん移動しよう言ったら赤が目立ったけん赤に来たんかなB2E いやいや、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。あのあとね何か所か回ったんですけど、カサゴ以外の魚にはねとりあえずお時間が来てしまいました。今回ねバレーヒルさんから発売されてるボーンジョイントね、使ってね実況やってみたんですけど、まずね良かった点、なんといってもねこの動きがね変化するっていう点じゃないでしょうか。中でもちょっと気になったのがね、ワームに対して骨を縦に入れるんじゃなくて、ワームに対して横にねジョイントをセットして、なんですかね、この上下の動きを強めるカスタム、これ良かったですね。あとはね意外とホールド力強いんですよ。結構ね物中バーンって通したり、あとボトムねガンガン当てたんですけど、まあ、何もなくねすっぽ抜けて帰ってくることはね今回ありませんでした。まあ、もしかしたらこうワームのね材質によってはちょっとね抜けやすいとかあるかもしれないですけど、まあ、心配してたほどポロってね取れたりとかはねありませんでした。はい、そしてここはねちょっとねっていう部分なんですけど、これ構造上仕方ないんですけど、どうしてもねこのフックの位置がね前の方に行っちゃうんですよ、このジョイントを生かすために。まあ、なんでね今回フッキングはね、まあ、もちろんね腕もあるかもしれないですけどちょっと弱いように感じました。これ狙うターゲットとか、まあ、魚のサイズなんか何回も当たるけど乗らないって時は一回ねこのジョイント解除してフックをねちゃんと下の方まで刺してやった方がいいかもしれないですね。なんかこのジョイントだけの目的じゃなくてワームをサイズダウンさせたりとか、あと色をねちょっとミックスしたりとか、なんかそんな使い方もねカスタムとして面白いんじゃないかなと思います。はい、まあねカスタムの仕方はねもっとねいろいろあると思いますので、気になられた方はね是非カスタムしてねボーンジョイントを遊んでみてください。というわけでね、今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。